ふふ。この間のコラボ動画のお写真をいただきましたが、かわいい。かわいすぎる。あのカラス天狗、まあまあ役に立つじゃない。はあ。スカーレッツ、万歳。昨夜。はい、昨夜です。うん、何してるの？この間のコラボのお写真をいただいたんですよ。わあ、ヨウムさんたちとのやつだ。楽しかったな。楽しかったですね。あ、夏で思い出したけど、そういえば夏祭りとかやったことないわね。浴衣。は、今手元にはありませんね。私、リンゴ飴食べたーい。うん、そうですね。あ、じゃあサクランボ飴なんてどうですか？サクランボ飴。あんまり聞いたことないわね。食べてみたーい。じゃあ昨夜、お願いできる？承知いたしました。今準備してくるので少しお待ちくださいね。あーめ、あーめ、あーめ。はい、材料はこんな感じです。かなりシンプルなのね。はじめにサクランボの処理からしていきましょう。赤色でツヤツヤで可愛い。まずはボウルに水を張って、そこにサクランボを入れますね。うん？水道水でじゃあじゃダメなの？皮が柔らかくデリケートなので、ザルでゆすり洗いする程度がちょうどいいらしいですよ。洗い終わったらキッチンペーパーに乗せ、水気を拭き取ってあげましょう。優しく、優しく、だね。なるほど。優しく拭き取って。甘くて美味しい。はいはいはい、私もお手伝いする。優しく拭き拭きして。わわ、美味しい。お嬢様方、あんまり食べると。サクランコがなくなってしまいますよ。よく人のこと言えたわね。あ、ちなみにサクランボの種はこれを使うと綺麗に取れるようですよ。うん、ストロー？はい、そうです。こんな感じにサクランボの真ん中ら辺を目指してぐっと差し込み、少しくるくるー、としてあげると。あれ？取れてる？中にまだいましたね。あ、取れた？ストローを使えば見た目をあまり害することなく、種だけ取ることができるんです。ほら、私にも貸してみなさい。真ん中にプスッとして、ブリブリーと。お、綺麗に取れましたね。ふふ。私がカリスマたる証拠よ。それで全部やるの？フラン。サムネ的にも形綺麗なそのままでもいいんじゃない？そうですね。めんどくさいとかではないですが、このまま行きましょう。それじゃあ次は飴作りに進んでいきましょうか。まずはお鍋にお水と砂糖を入れていきますね。砂糖が雪みたいに積もってるわね。あ、ここで皆さんにご注意いただきたいことが。お砂糖は火をつける前に、よく混ぜ合わせておいてくださいね。どうして？加熱してから衝撃を与えると、砂糖が結晶化してしまうらしいんです。なので、よく混ぜ合わせて火をつけたらその後は触らず、ゆっくり時が来るまで待ちましょう。で、その時はいつ来るのよ。グツグツの泡が大きくなって、少し飴の色が変わってきたくらいですかね。昨夜どうしたの？お腹すいた？ふふ、これは飴の煮詰め具合を確認しているんです。竹串などで少しだけ飴を取り、こうやってお水で冷やしてあげると。あ、固まった。ここでこの飴がしっかりパリッと固まってたら頃合いなので火を止め、加熱が進みすぎないよう布巾の上にあげましょう。わわ、すごい音。本当に熱いので、やけどに気をつけてくださいね。そしたらこちらに。サクランボ、熱々地獄の毛。そうね、カリスマたるものたまには処罰も。お嬢様ちょっと引いてるじゃないですか。こんな感じにくるっと回すようにして飴をまとわせたら、余分な飴を切ってクッキングシートに乗せていきます。わぁ、ツヤツヤー。これを冷えるまで待ったら完成ですね。私もやってみたいわ。気をつけてくださいね。軽くチャポンさせて、沈めて、飴を着せてあげたら、余分な飴を切って、完成。これあれね、リンゴ飴と違って身が小さいからやりやすくていいわね。そうですね、ヘタもあるので比較的扱いやすそうな感じがします。あら、飴が固まってきてる？時間が経つと、どうしても冷え固まってきてしまうようですね。本当は冷える前にサクッと全て終わらせてしまうのが良いのですが、あ、せっかくなのでレンジでも飴を作ってみますか？作るー。まずは耐熱容器の中に砂糖水を作り、それをレンジで2から3分、べっこう色になるまで加熱します。え？あれ、サラサラでつけるの難しいな。あれ？なんかジュージュー言ってる。熱に耐えられず皮が破け、水分が出てしまったのでしょうか。一気に飴をまとわせるためにも、深めの容器の方が作りやすそうですね。地味に大変だったけどなんとかできたわね。お嬢様1個しか作ってないじゃないですか。どう？もう固まった？カッカッチやぞー。それじゃあこちらを最後、動画用にいい感じに盛り付けてあげたら。お家でお手軽お祭り気分、さくらんぼ飴の完成です。なかなか綺麗につるんと作るのは難しいのね。でもちゃんとカチカチになってて美味しそうだよー。
お先に一個もらい。ずるい。さくらんぼ飴、いただきます。おいしい。パリ、ジュワーって感じ。私も。おいしい。ほんとね、リンゴ飴よりも水分が多いからかジューシーでおいしいわ。それにこれ種抜きのやつだ、食べやすいわね。今回はさくらんぼがとっても甘く、それはそれでおいしいですが。少し酸味のあるさくらんぼの方が飴との相性はいいかもですね。あ、種だけ食べないように気をつけてくださいね。これ、もしかして。丸ごと食べたら頭にお花が。合いませんよ。お姉様。いい加減学習しよ。私の妹辛辣すぎない？